はい、スピリと申しまーす。キングスレイダー。今日、メイアカの方ですね。久しぶりにちょっと触ってみようと思います。毎日ね、ログインして続けてはいるんですけども、なかなか動画にはしてなかったんで、13,319ということで、13回弾けるみたい。うん、これやろうと思って。はは。溜めたねー。はい、おー、強化の書。ありがたい。これね、本当に最近、ここ最近、こういうのずーっと貯めてたので、一気にね、引くっていうだけの動画にしたいと思います。さあ、香水。三つ目。ほい。ほい。お、なんだこれ？これ知らない。古代の望遠鏡。100% になると、10秒間、クリティカル率と命中率が400% 増加します。これニューってつかないから持ってたのかな、実は。全然記憶ないだけで。そう、どうだろう。次。はい。あー、契約の補充。はい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 。多くの仮面。ほっ、次。はい、はい、はい、はい。リザードマン。おー。いや、気持ちいいね、こんだけ連続で弾けると。はい。あ、クリスタルオルゴール。英雄に与えるダメージが、ってことで。まあ、PVP 用だね。うん。さあ、そろそろね、私も PVP、ちょっと力を入れようかな、とか思ってるとこなんですけど。はい。犠牲の花瓶。ほい。ほい。あと5つ。はい。はい。よいしょ。お、また出た、多くの仮面。やっぱ仮面系は多いね。まだでも、星5まではいかないよね、多分ね。エルフの燃える火鉢。これもやっぱありがたいね。よいしょーと、はい。虎の像。さあ、次よいしょ。おー、またリザードマンの仮面。さあ、これラストかな？よいしょっと、はい。おー、魂の泉の水。はい、というわけで、13連でした。気持ちいいね、こんだけ揃うと。さあ、他にもこの辺もね、たくさん溜まってきたのでやっていこう。まずはこれから。32個。ああ、多分、ボックスいっぱいになるんじゃないかな。いやー、たくさーん。そろそろカースビーストもね、まとめていこうかな。うん。よし、行きます。せーの。はい。さあ。いいのが、お！すごい、ランダム2個も当たった。やったね。これも後で引こう。これはまあ、いっか。待て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 。さあ、よいしょ。とー。はーい。まあまあまあ、綺麗にまんべんなく来たね。よいしょっと。はい。トン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 と。あれ、これなんだ？おー、この前のイベントのやつか、開けてなかったんだ。おー、おい、まあ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 、いいでしょう。あ、これも開けてなかったんだ。ミルルだね。よし、開けよう。ミルル全選択。さあ行きまーす。50連、ドーン。はい。どん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 、ああ、い。ミルルとかの異物は来なかったけど、まあ、ランダムチケットもらったからいっか。待って、あと10残ってんだ。そっか、最大10までし、あ、50までしか開けれないんだね。はい、トン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 と、やっぱ来ないのか、残念。で、これが、あ、ルビーもらえるやつだね。これ今のイベントだ。で、ベルカザールー、よいしょー。さあ、すげえなぁ。溜めすぎたね、ほんとに。ここ最近は、まあ、確かにあんま触ってなかったんですよ。とりあえず、ミッションクリアして、あ、これはまだまだまだ、これはまだまだ、あと。ミッションクリアしつつの、まあ、サバカの方でね、割と、イベントとか楽しむ感じで、お、無限の石も来た。無限の石72個持ってる。やりたい放題だな、ほんと。
よいしょっと、どん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 と。うん、まあ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 。おー、すごいなー。どん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 。お、やったね。さあ、ルーンとかはいいよね。もうこの辺は、あ、間違えた。まあ、ルーンとかはいいとして、こいつ行くか。まあ、ランダム専用武器チケットが当たれば嬉しい。どん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 。ああ、当たんないか。まあ、一日チケット当たったからいいかな。さあ、この辺も行きましょう。はい。どん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 。わけわからんくなってきたな。すげえことになってんな、ほんと。金スレってほんとに、毎日やればこんだけずーっとアイテムもいろいろもらえるんですよね。まあ本当に課金しなくてもまあ割と遊べるゲームですね。本当にすごいことになってる。本当にそろそろ PVP やらないとね。どういうキャラクターがいいとか全然わかんないからなんか参考にしてやんないとね。楽しみだわ。まあその前にサバカの方9章クリアしないとね。やっと9の10クリアできたところなので、まぁ、ちょっとその辺、こっから先は、まぁ、割とサクッといけるんじゃないかなっていう、まぁ、アルテミア武器突したからね。これすごいな、これ18個持ってんだ。さあ。どん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 、あー、まぁ、まぁ、しゃねえか、こんなもんか。さあ、じゃあ、本日メインイベントいきますか。ね。こっちじゃない、こっちじゃない。ランダムの専用武器チケット8枚ということで、いきます。せーの。はい。はい。ビーン。ドゥン。さあ、まずは、はい。あるかなー。ほいー。お？ギガンティクス。これ誰だ？わからない。ほい。ブラッドランサーモノリス。かっこいいねー。ほい。お、また来た。エトロナダイス。これいくつ持ってんだろうな。すごい持ってるよ。あー、マキシテア。ほい。おー、かっこいい。オポリアックス。これこんな形で出るんだね。あ、やったね、カイタシス。さあ、ラストが何しろ、8個目。ああ、また出た、ベリーサ。はい、というわけで、はい。オペリアですね。オペリア。セシリア。へえ。で、チェイスカー。かっこいいね。で、エスカーだね。いくつ持ってんだろう、これ。グレンウィス。シャミーラ。ターニャ。レオト。はい、こういう結果になりました。では続けてランダムの宝物の方ですね。4個しかないけど行きましょう。ほい。まず1個目は、ほい。首輪かな？ベルト。嵐の目のベルト。誰だろう？さあ、よいしょっと。おー、地獄の瞳。これも2個目じゃないかな。不滅のバラ。黒き冠。誰だい？デュマエル。ああ、持ってないね。フルス、モーラ。フルス2個ももらったのか。こっちか。さあ、ランダムはこれぐらいかな？これはランダムじゃないもんね。これもまあまあ、これ使わなきゃね。さあ、今後なんですけども、ちょっとね、メインやかの方はこっちを遊ぼうかなって思ってます。魔王軍レイド。ちょっとね、シングルでやるには正直全然足りないというか、アルテミアではしんどいなっていうところで、まあ、物理ディーラー、魔法ディーラー、どうにかしてちょっと育てていこうかなというところですね。あ、そうか、これ 1.5 倍ないんだね、ゆっくりだ。まあ、最初の構造物ぐらいは多分、アルテミアでも倒せるけども、その後だよね。ボスまで行けたかな？行けなかったような気がするな。
これはやっぱね、なんかいいキャラ突合して挑むようなところなのかな。時間かかっちゃうな。さあ、なんとかウェーブ1クリアしましたけども、もう瀕死、レピーが死んじゃってライアスも瀕死というね、ちょっと地獄の状態。やっぱちょっとね、敵さん一人になってくるとアルテミアの効果も薄くなるからね、やっぱちょっとしんどいよね。うん、この辺どうにかしてちょっとキャラクターから見直して、ここを次から遊んでいきたいと思います。攻略とかいうことよりも、まあ自分がね、どうやって楽しむかっていう感じで動画作っていきますので、もしよければまた見てください。で、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ね、最近ちょっと思ったんですけど、たまに夜中に動画上げたりするんですね。12時とか1時とか。もしかして通知オンにしてる人って、その時間に通知いっちゃうのかな？邪魔だよね。夜中アップするのはできるだけ控えたいと思います。すいませんでした。はい、というわけで今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。ちょうど、すっげー綺麗なところで死んじゃった。うん。またね。ここしてチャンネル登録をよろしくお願いします。